ヘリコプターマネーは中央銀行または政府が対価を取らず国際買い入れで財政資金を供給して大量の貨幣を市柱に供給する究極の経済政策。ただし財政規律を損して中央銀行のバランスシートは債務だけが増え債務超過の状態になる。その結果中央銀行や貨幣に対する信任が損なわれる可能性があるため 平時には行われない。ヘリコプターマネーのアニメーション1969年、後にノーベル経済学賞を受賞する米国の経済学者、ミルトン・フリードマンが論文の中で提案したのが、ヘリコプターマネーという用語の書室である。文字通り、まるでヘリコプターからマネーをばらまくように、中央銀行や政府が国民に対して無条件に現金を給付する経済政策を意味する。 2009年3月4日、いわゆるリーマンショック後の緊急経済対策の1、施策として施行された定額給付金は、金額こそ1人当たり1.2万円と、小額であったが、国籍に関わらず日本居住者に給付されたことからも、少なくとも日本初のヘリコプターマネーであった。究極の経済政策ヘリコプターマネーとは、ハットデジタル大事線の解説。 ヘリコプターマネー、ありがとうございます。